宅建試験、これだけは絶対やめとこう。不動産取得税の1200万円の特別控除。この特別控除は不動産取得税を計算する際の課税標準、つまり固定資産課税台帳価格について1200万円を差し引くことができるといったルール。新築住宅の場合、住宅の床面積が50平米以上240平米以下であることが要件。戸建て以外の貸家住宅の場合、例えば賃貸アパートや賃貸マンションの場合、1部屋あたりの面積が40平米以上240平米以下であることが要件。また親族が使う建物でも適用される。一方、既存住宅の場合、つまり中古住宅の場合、床面積が50平米以上240平米以下であることが要件。また自己居住用であることも要件。したがって賃貸用、親族用、また法人による取得の場合は適用されない。さらに一定の耐震基準に適合することも要件となります。